パーミーは、タイ出身の歌手。タイ人の母とベルギー人の父を持つ。本名イブ・パンジャルーン。12歳までバンコクで過ごした後、母親と共にオーストラリアに渡る。オーストラリア滞在中は美術を専攻。タイにはない、様々な美術、音楽に触れ、後の彼女のスタイルに大いに影響を与えた。歌手になることを決意し、タイに戻った彼女は、 デモテープを持参し、GMM グラミー社の門を叩く。そしてついに2002年12月にデビューアルバム、ポミをリリース。保守的な大国民にとって、ヒッピー風のファッションで自由をモットーとする歌を、高らかに歌い上げる彼女のデビューは、衝撃的な事件であった。アルバムの一曲目、大声で歌いたいは、ポミの代表曲であり、2002から2003年の、 対音楽シーンを代表する歌でもある。中でも、同曲の PV で彼女が踊っている一見奇妙な踊りは特徴的で、ライブなどでは演奏中にオーディエンスが真似をするのが恒例となっている。音楽的には、基本的に洋楽の影響が大きいが、タイ悟の成長の響きと相まって彼女独自の世界を形成している。明るい曲調で進化を発揮するタイプのシンガーだが、 バラードなどでもみに聞かせる実力派。ライブでの歌唱力も本物で、タイでは少ないコンサートでのリップシンクをしないアーティスト。クランベリーズ、アラニスモリセットなどの女性アーティストを好む。2004年3月に日本デビュー。その3ヶ月後、6月10日には渋谷オイーストにて初来日公演を果たす。その後も2004年11月13日。 2006年11月12日に、共に渋谷デュオムーシクエクスチェンジにて、来日講演を行った。ありがとうございます。